ホジャリ大虐殺、またはホジャリ虐殺とは、ナゴルノカラバフ戦争中の1992年2月25日から26日に起きたアルメニア人によるホジャルのアゼルバイジャン人住民に対する大量虐殺事件。メモリアルやヒューマンライツウォッチなどによると、虐殺はアルメニア人武装勢力と独立国家共同体の 第366自動車加狙撃兵連隊所属の一部将兵によって実行されたという。アゼルバイジャン当局によると、106名の女性と63名の子供を含む合計613名の民間人が殺害されたという。老人、女性、子供なども大勢殺され、目をえぐられたり、耳を切られたり、髪を剥がされたり、遺体を焼かれたり、 切り刻まれたりと非常に残酷な方法による殺人や遺体のグローが目立った。ナゴルノカラバフ紛争中、アゼルバイジャン人は断続的に殺されていたが、それらの中でも最大の悲劇とされ、黒い1月事件と並び、ナゴルノカラバフ紛争における、ジェノサイドの最も象徴的な事件とされている。ウィキメディアコモンズには、ホジャリ大虐殺に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。